いていったという。さらに2つ目のターニングポイントは、韓国を襲うパーフェクトストーン。理想や覇気の危険が迫る中、11月に始まる6人もの交換を韓国に送り込んでいたアメリカ人。ありがとう。ありがとう。行く。